本日3月30日をもって不動産の登記を目的とした銀行への取引融資を規制いたします。この規制によりましてですね、地価は下がり手軽にマイホームが建てられることになるでしょう。まさに国民を幸せにする大改革です。大改革です。お母さん、海で自殺だって、遺体は見つかってないそうよ。じゃああんなか空っぽ。200万円きっちり返してもらうよ。帰ってください。こんな時に。こんな時だから来たんじゃない。香典もらって帰るぜ。あの子借金あんの？同棲相手に借金押し付けられて逃げられたの。バカね。何するんですか？でも話ついてっからよな。すいません、あの子は。マリコさんの娘さん。娘がいたのか。下勝だ。計画を終わらせるな。去年のよりちっちゃくねえか。毎年大きくしていかなきゃいけないんだけど、ここ10年小さくなる一方。あのね、こんなの飾ってるから客来ないのよ。ここキャバクラですから。いいの、古風なんだから。私ママバブルの頃赤坂でナンバーワンの売れ子芸者だったの。芸者？おー、すげえじゃねえか。初めて聞いたわ。まゆみさんです。お前の信者だよ、お前。いらっしゃいませ。ちょ、まゆみちゃん、元気ないんじゃないの？パッと盛り上がろう。まゆみ、お母さん死んじゃったの。お客暗くしてどうすんの。すいません。もういいから今日は上がんなさい。あ、でも休まないで働かないと。逃げられた男の借金。お給料前借りしてもいいですか？先月貸してあげたばっかりでしょ。
島。おい、おい。逃げんなよ、逃げんなよ。光電23万しかなかったぜ。だからあのさ、借金は私じゃなくて、彼氏見つかんない。残り177万3日以内に払ってな。おい、いきなりじゃ困るしな。これで177万500円かしな。こんか、女にモテないよ。毎朝は仕事の癖です。うん、新しい100円玉の、うん、いいことあるかも。いいことなんかあるわけねえよ。田島も出なきゃこんな仕事してねえ。だよね。前の仕事ってこれでもバブルの時は一流の銀行マンだったんだ。嘘だ。バカ野郎、こう見えて長銀の融資家。長銀って、ああ潰れた銀行。むせえ。まさか銀行が潰れるとはね。今度はどこの取り立て屋さん？財務省だ。財務省？そんなとこからも借りてたの？私はマリコの古くからの友人でね。ならママの証拠に。君のお母さんは死んではいない。え？出ないって。江ノ島の崖から飛び降りるとこ見た人が。警察に通報したのは私の部下だ。全て計画を終わらせるためについた嘘だ。計画？あ、これママ。日付を見てみろ。17年前だ。じゃあこれ17年前のまま？よく見るんだ。たまに帰ってきたと思ったら。お金のこと？そんなこと言わないでさ、ピンチなのママ。自分で撒いた種なんでしょ？自分で何とかしなさい。何よ、それでも親？もう立派な大人なんでしょ？そういった男と出てったのよね。他の人に頼みなさい。だって父親いないし、どこに行ったかも分かんないんでしょ？真由美、ママが私を不幸にしたのよ。メガネは疲れるわ。メガネ初めてじゃん。コンタクトやめたの？明日から旅行に行くの。コンタクトは手入れが大変だから。これ
1週間前に会った時のママだ。え、なんで1週間前のママが17年前。財務省下河内。芹沢さん、芹沢さん、芹沢さん、 NTT 株買い占めの目的は、いや、単なる資本提携ですよ。財務省訪問の狙いは、すみません、開けてください。あなた大蔵省の OB ですから、昔の仲間のところに遊びに来ることもあります。芹沢さんの次の狙いは、すみません、時間がありませんので。写真のこと気になって。ねえ、何なの計画って。どこ行くの。これを見なさい。これは日本経済の崩壊までに残された時間だ。経済の崩壊。君は日本という国がどれぐらいの借金をしてるか知ってるか。あ、日本借金あんの。800兆円、さらに利子で毎日900億円ずつ膨らんでる。だが少子高齢化で返せるあてはない。計画を一緒に進めている菅井君だ。私たちのシミュレーションによると、日本は2年以内に間違いなく破産する。大手銀行は潰れ、大企業は連鎖的に倒産する。え、また銀行潰れんの。え、ちょここは真っ先に。やべ、それ貧富の差はますます広がり、失業者は2000万人を超える。町は犯罪であふれ、政府は機能を失うだろう。まさに日本の破滅だ。破滅。で、なんでそんな話私に。回避する方法が一つだけある。今度はどこに。
ね。あなたママとは？東大の同期だ。私は役人になり、マリコはこの電機メーカーに就職した。マリコの研究室だ。ママいろいろ作ってたんだ。製品だよ。いや、だってエジソンが蓄音機を何のために発明したか知ってるか？遺言を残すためだ。それが後に巨大な音楽産業を生み出す機械だとは気づかずね。偉大な発明家とはそういうものだ。ママがエジソンみたいだっていうの？いや、君のお母さんはエジソン以上だ。ああ、何せタイムマシンを発明したんだからね。タイムマシン？こっちだ。洗濯機にしか見えないんだけど。洗濯機型のタイムマシンだよ。ここ笑うとこ？君のお母さんはね、半年ほど前水流の研究をするためにこの洗濯機を改造していた。ある日、実験のために T シャツを洗っていた時、消えた T シャツは同じ場所、同じ洗濯機の中に時空を超えて送られていた。その T シャツを見つけた研究員は胸に書かれた奇妙な言葉を不思議に思い、17年間大事に取っておいた。そして彼は半年前、君のお母さんから洗濯機の中の T シャツが消えた話を聞き、取っておいた T シャツを見せた。それで洗濯機がタイムマシンになっていることが分かったんだ。17年前と行き来できるタイムマシンに。もう分かったな、この新聞の意味が。本当に？
ならママはこれで17年前に行ったってこと？写真は1990年に着いたということを我々に知らせるために決めておいたサインなんだよ。マリコはバブル崩壊を止めに行ったんだ。1990年3月30日に行われた不動産取引融資規制の発表を止めるためにね。だがその日を最後に彼女からのサインを途絶えた。向こうで何かあったに違いない。ママどうなっちゃったの？国は助けてくれないの？国も財務省も正式には認めていない極秘の計画なんだ。連絡が途絶えて私は計画を終了させようとした。マリコ死んだことにしてね。見捨てようとしたの？なんでママを行かせたのよ。あんたたちが行きゃいいじゃない。試したさ、私たちも。しかし靴下が色落ちしただけだった。タイムマシンは誰でも乗れるわけじゃない。体積に制限があったんだ。過去に遅れるのは最大長160センチ以下、最大円周80センチ以下、体積50リットル以下のものだけだ。お、もういいよ。条件に合う人間を見つけても引き受けてくれなかった。マリコはずっと独身だった。まさか娘がいたとはね。ちょっと何？見たところ君は身長160センチ以下だし、最大円周80センチ以下だ。目測で決めないで。君の体が必要なんだ。過去の日本に行ってバブル崩壊を止めてほしい。ちょっと待ってよ。なんで私がよ。意味わかんない。待ちたまえ。だってバブルとかそんなの私関係ないもん。君に日本の経済を救えとは言ってない。お母さんを救ってくれればいいんだ。ママなんてどうだって私何にもしてもらってないし、いつも冷たいし。借金で困ってるんだろ？そうよ。それが何？バブル崩壊を止めれば借金もなくなってるはずだ。え、マジ？行く気になったか？やっぱりダメ。そんなわけわかんないことに付き合ってられません。返していいのか？田島か。何よ。2日後まで200万な。177万500円でしょ。ああ、とにかくお前か。まゆみ、ママおかえり。いい子にしてた？うん。ごめんね、遅くなって。何してた？